こんにちは。賃貸の関イメージキャラクターの若須くんです。本日は奈良市にございますグランスター大宮という物件の5階のお部屋に来ております。それでは若須くんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずはですね、こちら玄関の方入りますと、正面の方にはですね、下駄箱収納がですね、ついております。さあ、玄関入って、通路向きますとね、まず右手側にはまたね、こちら玄関収納ということで、はい、このようなね、天井までついてるね、玄関収納がございます。はい、それではこのように通路を進んでいきます。さあ、左手側にですね、扉ございまして、こちらお手洗いとなります。ウォシュレット付きのですね、大変綺麗なお手洗いがこちらにございます。さあ、またですね、お部屋の方入っていきます。お部屋の方もですね、こちらまずリビングとなりますが、しっかりとね、このようにサイズもございます。リビングとなっております。さあ、キッチンの方がですね、上下しっかり収納がついております。はい、こちらキッチンで IH のですね、2口のコンロがついております。はい、またですね、こちらシンク裏手側にはですね、このようにくぼみがございまして、こちらに冷蔵庫などね、入れていただけるようになっております。さあ、またこちらの壁にはですね、モニター付きのインターホンついております。またこちらオートロック付きのマンションということでですね、こちらですね、オートロックの解除システムをこちらで、操作していただくようになっております。またね、リビングの方にこちらですね、エアコンの方が引き付いておりまして、はい、このようにね、大きなクローゼット収納ですね、付いております。はい、こちらのクローゼットですね、ハンガーポールも通っておりますので、しっかりと、こちらお洋服もかけていただけるようになっております。はい、こちらですね、窓の方もこのように大きく取られておりますので、またね、5階のお部屋ということでですね、見晴らしもいいお部屋となっております。はい、ではですね、こちらにも扉の方がございまして、こちらの扉を開けていきますと、洗面のフロアとなります。まず入りましてすぐ左手側がこちらですね、大きな独立洗面台となっております。はい、またこちらですね、正面の方に向いていきますと、室内の洗濯機置き場となりまして、右手側がですね、こちらお風呂場となります。浴槽の方もね、しっかりと、ゆったりくつろいでいただきます浴槽でして、はい、窓の方もついておりますので、換気などね、していただけるような、お風呂場となっております。さあ、またね、設備といたしまして、追い焚き機能やね、テレビなどもね、ついております。はい、このようにね、大変綺麗なお風呂場となっております。では、お部屋の方戻っていきまして、お隣のお部屋ですね、こちらにも洋室がございます。さあ、こちらにもね、窓がございまして、またベランダにもね、こちらから出ていただけるようになっております。はい、広さもね、十分にある洋室となっておりまして、こちらのお部屋も、しっかりとね、エアコンの方がついております。はい、窓の方ですね、開けていきますと、こちらがバルコニーですね。バルコニーの方もね、こちらこのように広く取られておりますので、洗濯物もたくさん干していただけますね。はい、さあ、またね、こちらお隣の、お部屋の方ございまして、はい、お部屋としてもね、また物置などにもね、使っていただける広さの、スペースとなっております。はい、こちらにね、ポールの方も通っておりますので、お洋服などもね、かけていただけるようになっております。はい、それではこちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後に若須くんからお知らせがございます。賃貸の和崎ではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の和崎ではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。